こんにちは、即課塾の久保です。今回はですね、株のトレードスクールの中間10年ジャンプのストーンさんから動画が送られてきました。そちらの方はね、下の方に概要欄に付けておきますけども、私からちょっとね、お話したいのは、ね、ストーンさんにもちょっとね、愚痴りたいんですけども、日本人はお金の教育ができてないとかね、学校で投資のことを教わらないっていうじゃないですか。それがはっきりわかってるんだったら、学校で教えてくれないわけだから、なんで自分で学ばないのかってこと。 そしてなんでお父さんお母さんが子供に教えないのかってことですよ。ね、あの恋愛っていうのは誰も教えなくても別にね勝手にやるんですよ。友達とか先輩とかがねこういうの教えてくれるんで恋愛とかだから学校には恋愛のカリキュラムはないんだけどもでも好きな女の子とか憧れの先輩とかできちゃいますよね。でもお金のこととか株のことってこれはね 難しいしとっつきにくいし第一お金のことを言うんじゃないのみたいなのがねいまだに蔓延してる中でなかなかお金のことを真剣に考えるタイミングって子供たちにはないんですよねまあせいぜいお小遣いが足りないとかね欲しいものがあるけどバイトもできないし買えないとかねそんなぐらいだと思うんですよでもお金の教育は別に何歳だろうとできるんですよねで私は子供が3歳になったらお金の教育はしようと思いますし10歳になったら FX はマスターさせようかと思いますこれは親の責任だと思いますよ。これから難しい世の中でねトレードもできない子どもを社会に放り出すことはできませんよ。トレードで百戦錬磨とはいかないけどもママあ勝てる。そして自分はどっかに就職するんじゃなくて会社を経営する起業するビジネスをする。これが社会人のスタートライン新しいスタンダードだと思うんですよねねはいそれで今回、ね、ちょっとね。 いくつかキーワードをお話ししながらじゃあお金の勉強って一体何の勉強したらお金の勉強になるんですかってことをねお話ししようかと思いますじゃあキーワードの一つ目相場です。相場ってのはまあ株式相場とかね FX の為替相場ってありますけどもまさにお金のいっぱい動いている場所に相対することなんですよ自分がそのマーケットに切り込んでいく足を踏み入れていくってことですで、これを、 まずはお父さんやお母さんが子どもの手を引いてその相場ってものに向き合わせないと飛び込ませないとでしかも親の責任親のお金でそれをやってあげるんですよまずはね大怪我しちゃいけないんで,でそういった時間は必要じゃないですかだって就職するにしてもお金をどっかでね稼ぎに行くにしても結局そこなんですよ収入をどうするか経済的基盤をどうするんですかってことをずっと私たちは頭を悩ませていく で方法がない人には小中高大学と勉強することによって就職先を探すというそういう風なトレーニングをするわけですよねでも時代が過ぎて就職先を探すというそういう時代じゃないんですよもう今はねお金は自分で稼いでいく仕事も自分で作っていく見つけていくそういう時代じゃないですか、ね、だからその辺のセンスをつかませるためにはお金が動いてる場所に行ってじゃあどういった業界が調子がいいのか どうういいっっった業界がこれかから終わててくくのを見るよになとねまさに相場を見ることによって就職先を探す時も迷わないでしょ私こう思うんですよ。私が大学生の時には洋服の青山紳士服の春山こういったアパレルが宝の花だったんですよ。当然私もそこに就職を希望しましたけどもまあ落ちましたね。同期のやつはそういうところに合格してヨーヨーとねセールスマンになっていったわけですけどもでもねその時私は。 そこに就職できなくてよかっったたと思ったこれは後付けなんですけどもこれからねクールビズなり、まあ、スーツを着ない文化なりカジュアルってものが流行っていく中でそして少子高齢化で若者がそもそも少ない中でじゃあ社会に出る人がね全体的に少ないのにいつまでででスーツ売るんすすかって話ですよね、うん、それこそスーツは大量発注大量消費じゃなくってオーダーメイドっていうねものならいいですよ専門的なものなら。 で、1着がね、万万とか100万みたいな高いスーツを売るんだったらいいんですけどもでもそうじゃないじゃないですか薄利多売のスーツを2着目1,000円とかで売ってるのが紳士服業界じゃないですかとなるとね当時二十歳20代前後だった私もそこに就職しちゃうと20年後の今、絶対困ったと思うんですよ。で、その通り私の同期は今転職左遷廃業こういうのに追い込まれてるのがアパレル業界ですよ 怖いですね。私はその時に先読みしたわけじゃないけどもそういうところに就職できなかったから今があるんですよねそこに就職したったら喜んで私はねそこで働いてたと思いますそして年々スーツ売れねえなみたいな感じでね悩んでいたかなと思うんですよさあそういうふうにね相場を読むことによって就職先も5年後10年後20年後30年後を考えながら見ることができるようになってくると思います そしてねこの相場を見るっていうのは別の意味があって2つ目のキーワードですけども目利きなんですよ目利きねつまりは相場にはプライスって価格がついてますよね現在の終わり値現在の株価でもこの価格ってプライスって本当にそのものの品質の価値を表していますかっていうことなんですよ市場は間違うんですよだから取引が成り立つんですよねじゃあ現在ある株式が300円をつけていたとしましょう 現実は300円なんだけどもでも次の瞬間動きますよね。なぜかっていうとその株は300円じゃなくて本来350円のはずなのに相場を見てる人の目が悪いから大抵の人は普通の人ですから正確なパレス見抜けないですから300円っていうのに落ち着いちゃったんですよでも300円では不正確なんで正確な方向に動いていくだから350円に引っ張られていくんですよね でも今度350円に行こうかなと思ったらその値動きを見て買いすぎる人がいるんで400円になっちゃうんですよ。そうなると今度は買いすぎなんで今度は350円に揺り戻すエネルギーが働いてきて今度は360円ぐらいそして340円とかにうろうろするわけなんですよねこうやって価値とプライスが一致しないから相場ってのは流動性がある買う人も売る人も買われすぎ売られすぎってのがあってテクニカル分析っていうのが効いてくるんですよね こういうふうに考えていくとお金の勉強じゃないですかじゃあキーワードの3つ目適正価格で今日は終わっていきましょうか適正価格っていくらですかっていう質問はこの前も別の動画でお話ししましたけどもものすごくねおかしな質問なんですよ適正価格は市場でついてるじゃないかと多くの人がみんなで決めた値段それが適正価格だよだから今瞬間の適正価格は300円なの300円間違っていてもですよ 間違っていても価値を見抜けなくてもそれで流通してるんだから300円が適正価格ですよ先ほどの価値とプライスっていうのとはちょっと違うんですよこの適正価格っていうのはそして適正価格の考え方っていうのはじゃあ30分後の適正価格はいくらになるかを予測しましょうみたいなのがトレードなんですよねそういうふうに相場っていうのを見ていくこれを私は子供に伝えようかと思ってるんですよね多分ねこの考え方をたくさんたくさん積み上げていくと 多くのお金の勉強したことがない人とお金の勉強したことがある人との差は大きく離れていって当然お金の勉強したことがある人はお金を扱うのが得意になると思うんですよ。さあどうですかお金の勉強してないと人からお金をもらうしかないでしょ。じゃあ給料20万30万もらってますよね。なんで20万なのかなんで30万なのか自分で目利きできます基本給がが万千円。これれ適正なのか。それとも、 買われすぎなのか売られすぎなのかっていう視点すらないですよね。ということでお金の勉強、即解釈ではしっかりやっておりますんで、これからもご用しお願いします。そして、カブスクール、ストーンさんのカブスクール、下についてますからね、お金の勉強、しっかりできると思います。よろしくお願いします。いってらっしゃい。